この道が正解かなんてわからない。でも後悔しないように努力することができる。その選択を正解にすることができる。っていうか、そうするしかない。さあ、みんなを生きるな。自分を生きよう。デジタルハリウッド大学。そうですね。ルセラフィムとしては、初めての一人での CM 撮影だったんですけども、基本メンバーと一緒にいる時間が多いので、一人で踊ったりとか、一人で撮影するのはちょっと緊張感があったかなと思います。はい。最近はメンバーたちと一緒にいる時間が多いので、一人で CM 撮影をしたりとか、一人でダンスを踊ったりするのはなかなかない機会だったので、ちょっと緊張していたんですけども、特に今回60秒の長尺 CM ということで、私の表情だったりダンスでその CM を埋めないといけないので、そういう部分で緊張感を持って臨むようにしました。CM の中でスローモーションでダンスが出る場面があって、基本ダンスをスローモーションで流されることってないので、その手先までとか表情の変化とかをかなり気をつけて踊るようにしました。こんなにもこうスローモーションで自分のダンスを見ることもあんまりないので、あ、ここもうちょっとこうしようって、すでにモニタリングをしながら修正をするようにしてました。そうですね。基本、スケジュールの空き時間だったりとか、スケジュール終わりにみんなで集まって、深夜まで練習することもありますし、常にこう、満足、できる結果が出るまで練習をやめないのが私たちルセラフィムのモットーかなって思ってます。その私たちメンバーとダンスの先生の中でいつも言ってるのは満足したら終わりだっていうので常に完璧っていうのはないと思ってるので常に何かクリアできたらまた次の課題が出てきてっていうのでかなり終わりのない作業にはなってくるんですけども、その日の最善を尽くすっていうのが私たちの中であるので、今日はここまで完璧にしようとか、いうのを目標を決めて練習をするようにしてます。小学生の頃から夢が多かったので、ミュージカル女優さんにもなりたかったですし、ステージに立つことも好きだったし、お医者さんにもなりたいと思っていたので、勉強も頑張りながらミュージカルの教室に通ったりしてたんですけども、中学2年生の頃からアイドル活動を始めて、でもまだその段階では夢をこう、一つに絞られていなかったんですけども、そうですね。高校生ぐらいの時から、この芸能界でやっていきたいっていう気持ちが強くなって、そこからアイドル活動を本気で始めたかなって思います。遠回りはないっていう言葉をかけたいですね。今まで、本を読むのが好きだったりとかして、本を読んだりとかミュージカルを習っていたことが今アイドルとして活動している中ですごく助けになっていて、昔はもっとこう近道がないのかなって探していたりしたんですけど、どんな道も今の自分を作り上げる何か手助けになると思うので、今やってることを全力でやっていてほしいなって思います。誰しも、こう人生の選択をするときに、すごく迷うと思うし、悩むと思うし、私自身も実際、たくさん悩んだんですけども、それほどその物事に対して真剣だっていう証拠でもあると思うし、
実際その選んでからじゃないと後悔するかうまくいくかなんて本当に誰にもわからないと思うんですけど、その道を選択した瞬間に何かが決まるんではなくて、その道を選んでそこからどう努力をするかできっとその道が正解だったかっていうのは決まると思うので、道を選んだ後の自分自身を信じてぜひ挑戦してほしいですし、くじけたりとか悩んだりする時も初心を思い出して、なぜ自分がこの道を選んだのかっていうのを思い出して、常にこう挑戦する気持ちを持っていてほしいなって思います。今のように作詞作曲もこう自分の言葉で自分の気持ちでその歌を通して気持ちを伝えたいっていう部分は常に強く持っていますし、カメラが好きなのでミュージックビデオの制作だったりとか映像系の制作にもいつか携わってメンバーたちで作った曲を自分が撮影したりとかできたらいいなって思っています。